しんさん、私と彼氏は来週台湾へ行きます。いいですね。でもどこが有名なのかさっぱりわかりません。台湾料理は好きですか？好きです。日本でも食べたことがあります。では淡水に行くのはどうでしょう？淡水はどんな場所ですか？多くの歴史的な建物があり、景色も綺麗で食べ物も美味しいです。そうなんですか。私は写真を撮るのが好きです。写真を撮るなら淡水ハイクワンマートがいいと思います。そこには何がありますか？有名なメモリアルホールがあって、淡水の夕日が見られます。本当に綺麗ですよ。多くのカップルが写真を撮りに行きます。淡水駅から遠いですか？ちょっと遠いのでバスで行った方がいいと思います。教えてくれて本当にありがとうございます。いえいえ、旅行を楽しんできてください。